あなたも私たちと同じなのよ。同じ？コードネームレッドドラゴン。有益だけど暴走の危険を帯びた危険な生き物。私たちの任務はね、そのレッドドラゴンの暴走を防ぎ制圧すること。ねえ、不思議に思わない？なぜ自分はウドゥーシミュレーターに反応しないのか。まさかそれ。そう、レッドドラゴン、赤くて大切なものよ。ニグレド、来なさい。嫌だ、僕は任務を放棄する。あなたの指示になんか従わない。敵の状況はどうなってる？あまり芳しくはありません。移民船団の艦隊がすでにミルチアに降下しております。くそ、あまり時間はないな。グズグズしてたらゾハルを奪われちまうか。エルザをファウンデーションのドックに移してくれ。マシューズ船長の指示で修理をさせるんだ。またすぐに出発するぞ。チビ様、ヘルマー様から通信が。おつなぎいたしますか？ああ、繋いでくれ。ヘルマーのおっさん、悪い、奴らに遅れを取っちまった。いや、無事で何よりだ。よく戻ってきてくれた。それより相手の動きはどうなってるんだ？なかなか深刻な状態だよ。議会もいいようにあしらわれ混乱している。連邦艦隊はどうなってるんだ？まさか口を開けて見ているだけなのか？いや、すでに降下作戦を展開しているが、時すでに遅しだな。連中がドハルを手に入れている可能性がある以上、大規模な行動は取れん。やはり俺たちが行くしかないようだな。危険は承知しているが、他に頼れる者もいないのだ。よろしく頼む。了解だ。ゾハルは必ず手に入れてやるよ。
お目覚めを歓迎いたします、ディミトリー様。待たせたな。目覚めまでこうも時間を経るとは思わなかった。戦局は？至極混迷しております。14年の間に連邦は年老い、多数の泡沫勢力が乱立しておりますゆえ。ウドゥーは？14年前 URTV の一人が部分的に接触、中規模の局所事象変異を発生させました。以後は二重ブラックホールに阻まれ、現在も存在状況は確定できません。分かった。私兵を立ち上げておけ。追って指示する。了解しました。ところでお加減はよろしいのですか？以前のお体は廃棄なさったとか。ああ、快適だ。延命にも限界があるからな。息子の体は至極馴染みが良い。私を殺した息子だがな。すごいっすね。首都がそのままの形で残ってるっすよ。何もかもあの時のまま。時間が止まっちまってるんだよ。地の丘の国、その国は生贄となるべき運命にあった。大地は二度も持ち上がり、夜のうちに消え失せた。ついに地は割れ、その国と共に水没した。何なのそれ？おとぎ話。遥か遠い昔、一夜にして海に沈んだ国の物語だよ。生贄か。この光景を見てるとそんな気にもなるわね。そうだね。お客様方よ、そろそろ指定の座標に到着するぜ。とりあえずこれ以上はこのデカブスで進むのは無理だ。建物の中を調べたいんなら、あとは自力でやってもらうしかねえ。よし、さっさと仕事を終わらせちまおうぜ。こんな場所に長居はしたくねえからな。